お疲れちゃんでスロットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやってくるんですけど、皆さん聞いてほしい聞いてほしい。僕グローバル大会今来てるじゃないですか。あれはね、負けるまで取ってたんですよ。そう、そしたら0敗15勝15連勝まで行ってたんですよね。で、よっしゃーと思って、まだ動画撮ってた途中でね、一回動画撮れてるか確認してみますよと。で、してみたら、なんと1秒もね、撮れてませんでした。というわけで、もう慣れて、じゃあ、今から15勝から、もう無敗、てか負けるまで動画撮ろうと思って行きました。すると、負けました。もう動画撮れへんよっていうところでね、今すごいね、辛いメンタルなんですけど、今15勝1敗ですね。まあ、こっからね、負けるまで、もう負けてるんですけど、こっからですね、この15-1から負けるまでっていうのをね、やってみようかなと思いますで、0から15もデッキをいろいろ使ったんですよね。ゴレで、まあ、5勝して、30子で5勝して、ロイジャーで5勝して、といったところで、最後、2-6に負けて、さっきね、もう、ないですよね。というわけで、ロイジャーで負けたので、まだこのゴレと、この30子では負けてないんでね、まあ、このデッキでね、今日やっていこうかなと思います。いやー、こっからまあ、10連勝したら最強ですね。もう1時間喋って、全部無駄というか、ボツっていうのはね、非常にね、疲れてますけど、さあやっていこうかなと思います。相手がウッドサイトなんで、ヒースピまでつけちゃいます。バルキリーいきます。バルキリーロケットいきます。バルキリーロケ、クロスですね。っていう気分になっちゃいますね。クロスかー、まあ、クロスちょっと嫌ですが、まあ。多分テスラトルネのアイスイズクロスだと思いますね。で、ロケ咲いたので、30子も出していきたいですね。出して、トルネで固めてくるかな。まあまあ、固めてこなければ来なかったで美味しいですし、さあ、ここですね。ここはまあ、セパっていいんじゃないの。で、多分2体側にね、バルキリーが来ると思ったんですけど、ウッド咲いたからな。そうですね。そしたらこっちにスケとかかな。こっちにスケとかでもうスケ出すと終わるっていう。ヒースピそっち行っちゃう？ヒースピそっち行っちゃう。まあ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 。オッケー。このクロスね、バルキリーじゃなかったら結構勝てると思うんですけど、バルキリーなのが、ちょっとむずいですね。30子2体の方に多分次から、まあ普通にロケ、トルネロケで処理するか、処理しなかった時に、30子2体にバルキリーと、最初にバルキリー当ててくるので、そこをタルパパヒースピでゴリゴリ突破していくかなといったところですかね。ちょっと怖いですね。クロスチャキーが。クロスチャキーが怖いですが、まあ、一回ね、一回落ち着いていきましょうよと。さあ、テスラ壊れた。クロスチャキーか。鉄バルキリーか。相手もやっぱ、困ってますね。やっぱそうなりますよね。で、ここはロイグ飛ばしつつ、ユーノもヒースピもいろいろやって、ヒースピ逆だったな。まあ、ユーノも突破できるんじゃね？突破する、タルも増やして、さあさあさあ、いいですよ。いいですよ。あ、ハンター？違う。誰もいないぞ、ここ。ハンター目悪いんですよね、うちのハンター。トレー使ったっけ？覚えてね。まあいいや。で、ロケか。まあ、これはロケですね。ロケ使ったら一回落ち着けるね。まあ落ち着けるか分かんないですけど、この辺で端前クロスチャキからのワンパンをしようとしてくる可能性は非常にありますが、相手としてもちょっと一回落ち着きたいって感じですね。で、適当にやって、ヒースピゲーミングであるな。で、早めに30子出しとくと、OK、トリネ咲いた。これもいっぱい行った方がいいですね。いっぱい行って、いや、お前、どんだけこっち側攻めてくるんな感をすぐ出すんですよね。そしたら、ウェイ、ゴースト受けなくて30死にたいも止まんない来たー、でかいっすよ。もうさっきのね、もう1時間のなくなったやつをもう取り返したいですね。今から1時間。今から1時間ってことは、あと14勝ぐらいすればいいのか。なるほどね。
あ、インフィニティムックルかと思ったら、ムックルっていうラバル使いがいるんですけど、違いますね。日本人の方ですね。さあ、ダクブリイコールゴレですね。はい。知らんけど。ゴレかジャイプリ。ゴレかジャイプリ。これ、ヒースピで僕のユーノ回復してあげますね。やっぱユーノちゃん大事なんでね。さあ、ジャイプリでしたね。ジャイプリは、ちょっと嫌ですね。個人的に。ケツから組まれてファイブザップ打たれるのはね、マジ萎えますね。一回我慢しますか。で、まあ、こっからですよね。問題は、あんま逆サイド攻めすぎるとカウンター来ちゃうので、攻めすぎないようにしたいですね。で、一応ファイブを打ってくんのかな。打ってこない。ああ、これユニットで普通に回収か。ワンチャンファイブ打ってこないかな。打ってこない。やりすぎか？いやー、オッケー。ディガー使ってくれたなら、ない。全然いい。全然いい。して、エレキが先行してくれるとなおいいが、キワライン。先行してないよと。さあ、ダックプリ使ったので、ロイフグ飛ばしたいですね。でも、プリンスで受けられてカウンターが怖いが、ここでロイフグ飛ばすと、相手はファイブ防衛しかないと思いますが、これに読みディガー来ると死ぬが、さっきディガー使った。おー、危ねえ！めっちゃいいザップ。怖え。ここ前、2発か。痛えな。まあ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 、共有しますか。で、こっからですよね、問題は。こっから、熱々なバトルが始まりますよと。まあ、ケツハンターからでもよかったけどね。まあまあまあ。で、これ、早めに一回ユニット飛ばしたいですね。で、これにユニット咲かして、からね。なんでお前回復しないの？やばい。うわ、やべえな。耐える。耐える。相手もロイフグ耐えたいと思うんでね。これ一回防衛しますか。一回防衛して。やばい、ミスった。ちょっとやばい。いや、めっちゃいいスピー、今の。ファイブ防衛だと思うんだけどな。ファイブ使ってこねえのか。うわ、めっちゃいい防衛してくんな。あんま守りすぎたくないですね。逆サイきますね。ハンターもう一発？あ、待って、ユーノ入ってる。ラッキー。ラッキー。からの、ダックプリ咲いたら、これ、左もあるな。左も右も両方狙っていって、来た！これは？これは？止まるのか？いや、いいよ。これ、セパーすれば絶対どっちか入るな。これ、セパーして、どっちか入れ。祈ることは大事。バイ・ベンザー・リーデル。入れ！入れ！入ってくれ！入ってくれ！入らねえんだな、それがやっぱ。そう簡単には。これ、ユーノ出して、プリンス使わせて。よし。ファイブ使ったな。ファイブ使ったぞ。来るぞ。来るぞ。来るぞ。パーティー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 、来い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 。待って、エリック来んな。エリック来んな。エリックって、待って待って。おぶねえ。あぶねえ、マジで。しんどいっすね。最後の削り呪文がね、タルババしかないので、削れないんですよね。もう削り呪文じゃないんですけど。なんならね。よしよしよし。いや、激アツですよ。いや、これね、20の1杯ぐらいまでいけると、まず満足ですね。で、なんなら25までいくと、もう動画的に最強まである。よし。相手スペードだな。かっこいいな。名前の横にさ、スペードあるのちょっとかっこいいっすね。そうは思いませんか、皆さん。俺がおかしいかもしれない。めっちゃかっこいいな、なんか。白衣金助って珍しいな。バルキリーマスケ型なのかな。あー、出た！
トルネロケだ。ナイトアーチャーコウモリ。好きだったっけ？あったよな。ナイトアーチャーコウモリの迫撃ロケットじゃないのこれ。うわー、出たー、やべえ。無課金デッキ。懐かしい。うわー、これやべえな。あ、あれやべえ。うわー、この D がウケるのマジでいて。しくったな。で、この U は多分トルネでキング起動だと思うんですけどね、僕としては。おしてこない。いや、トルネ、いやー、なんか、めっちゃ守ってくんな。トルネでキング起動してこないのかな。アーチャーがいるんですよね。いや、ハンターだ。あ、出た、アゴニー型だ。これ、アゴニーっていう人の迫撃っすね。前 KK が、結構前だけど、アゴニー迫撃って動画出してたと思うんですけど、そのアゴニーっていう人のデッキですね、これ。うわぁ、お前。いやぁ、ちょっとやべぇ。言うなしで。アゴニー迫撃は、ポイタル？ポイタルだったっけ？なので、めっちゃ高め三重視がめっちゃいいですね。高め三重視をしてペースを作って、あとディガーをできるだけ U のゴーストで拾っていきたいですね。アゴニー迫撃っすね、これは。いや、ワンチャンロケットだったらなえるな。回復して。いや、ちょっとやべえな。アゴニーが強い。いや、でもあるな。全然あるね。やっぱ三重視が相手からしたら辛そうですね。で、問題は相手のディーガーをできるだけ僕は拾わないといけない。相手のディーガー拾えば相手のダメージマジで入んないんで。オッケーオッケー。からの、まあ、削られてない方にハンター出しつつの、問題は削れねえんだよな、相手のあれを、タワーを。警戒して、警戒して、迫撃壊れろ。壊れろ。あいつ攻めてきますね。からの？いや、右側めっちゃ入ってる。いや、めっちゃ入ってる。ナイス。一回落ち着いていいっすね。オッケー。いや、右側めっちゃ入ってる。いや、めっちゃ入ってる。ナイス。まあ、ポイズン打たれる。打ってきます。ポイズンきます。いや、こんのかい。一回防止してくれな。で、タルババも来るか。お、豚回復しろ。来た。一匹がマジでね、すぐ奇跡起こしてくれるんだな。で、これは多分大丈夫だな。コウモリがワンチャン来る。コウモリ来たらちょっとやばいな、攻めで。オッケーオッケーオッケー。あー、いいねー。いいねー。あって、ジジイみたいな声出る。いいっすね、マジで。さからの、俺のあれが美味しくいただかれちまうが、これも気持ち程度にね。ヒースピーヒースピー、うえー、ヒースピーね。え、左も刺さる、右も刺さる。ナイスナイスっす。やばい、めっちゃ気分がいい。やべえ、やべえっすよ。いや、でかいね。さあ、18-1。そろそろね、同じ相手とね、マッチングしてもおかしくないっすね。おやすーさん、これあれだよね。まさか、26の人だ。あー、26やべえな。26はね、多分ね、終わる。26はマジでやばい。やめてー。いや、でも、勝てないことはないと思うんですけどね。おやすーさんレベルの26になってくると、多分ね、突破できないんですよね。普通に。普通にね。普通に突破できないっていう感じになってきますね。さあさあさあ、ワンチャン5まで来てもおかしくないかな。一発？いやー、もう一発入るんだ。いていていて。いや、マスケ公開って早いな。いや、これはね、いや、無理だね。多分さすがに30視線回しても5ウッドでやられて、
まあまだね、可能性はねありますね。まあ三子展開して両サイ鬼振ってだけど、まあ、どうなんですかね、ワンチャンぐらいかな。大砲が突破できねえなこれ、マジで突破できっかな。で多分三子展開する今ぐらいに飛んでくるんですよね、よくホグがててて。一回待ちつつ、ウッド裂いたな。で、まあ、こっからですよ。2対2、ファイボからの、次のファイボが回るんですよね。まあ、スケとかで抑えてくるかな、ちゃん。お、回復した。で、スケか。いやー、綺麗ですね。もう、ずるへん。ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。ずるくないか ?26 は。ずるいとか言ったらダメだけど。30からしたらね。やっぱそんな戦ってくるんだ。いや、早いな、マスケ。マジで。さっきいたじゃん。ワンチャン？ワンチャン事故ってる。ラッキー。いやーでも勝てー。すごいワンチャンはありそうですが、ファイボが早くなってきましたね。一体残っているものの。低めなー。あれずりーなー。いや、このヒースピが生きねえのがもよくねえですね。いや？いや？いや、いいファイブだな。いや、まだわかんねえな。いや、普通にホグファイブされるだけでやばい。やべ、ミスった。言うの走ってね。お前なんて。あ、これやばいっすね。ちょっと雑になるかも、こっから。いや、これ、惜しいな。いや、頑張ったな、でも。いや、まだ参るかな。ファイボ。なんか、すげえことなってる。ワンチャン？ワンちゃん？うわーやべ、そのホグ見たことある。来た！え？マジ？これはやばいでしょう。これ一回なんかね、おやすさんホグ多分ミスったっすよね。なんか左側に U のゴーストがいっぱいいるところにホグ一回飛んできたんすよ。それが多分ね、美味しかったっす。うわマジ？あんた、まさか。やりますか、よろしく。ちょっと待って、マジか、そんなことあるか。これはやばいな、これは面白いな。いや、さすがにね、多分前半ですね、前半のうちにめっちゃ仕掛けられると思いますね。まあまあまあ、さっき勝てたのもわかんねえですからね。いや、飛ばすだけなんか後取られそうだな。いや、打っとくるかな。スケ、はい、アイグラ DX 誘導で、僕は前半もう耐えるしかないですね、マジで。戦っても勝てないですね、前半戦っても勝てないんですけど。いやー、やべえなこれ。あのマスクやだな、高えけど届かねえ。このマスク延命されて、いやこれ来るな。いや、早いんだよな、ファイブがもう。うい。嫌ですね。嫌ですね。さあ、ホグ。ウッドホグ、アイゴレホグウッドぐらいかな。
多分丁寧に来ると思うんすよね。丁寧に来ると僕もねちょっときついっすね。おい逆再振りますね。これ言うの追加しちゃおう。いやらしくね。いやらしいことしますが全然通用しないよと。逆にピンチですね。ここで始まりこれからの4個ソグかな。いやー、痛ぇ、ホグ痛ぇ、このダメージだな。さっきなんかひっくり返ったんだよな。でも、種バレてるもんな、これ。もう守ってこのゴリ押しのカウンターしかないんですよね。さっきこれがたまたまハマったんですよね。これっすね。さっきこれがたまたま、ああ、出た。うわ、すげえな、そのホグ。ああ、やべえ。めっちゃいいホグだ。あ、でも、ユーノス刺さってる。なんで？デスケか。いや？ババ？もう一発？いや、でも、落とされるな、これ。いや、さすが無理か。うん。やべえ。めっちゃいい試合するじゃん。ああ、ちゃんとね。徹底してね。真ん中ホグマスケ警戒したいですね。うわ、警戒してる、警戒してる、なんで？分かってたのにー。ヒースピの位置低かったな。いや、絶対来ると。ケツ30時するタイミングだったんで、今の押してくるっすね。やべ。いやー、押される。くそ！あれ、一歩守れないとダメだったんだな。いや、この5ケツで負けっすね。ケツマスケされて全部守られますね。1時になったらダメなのかな、これも。ワンチャン？いや、ワンチャンなんかありそう。いや、惜しいか。お、マスケが来た。なんで？やば、ちょっと待って、嫌なんだけど。これ絶対当たるじゃん。もう一回そんなことある？え、やばくない？来た、5連勝あ、しかもラッターかもある。やべえ、そんなことあるか。これ次押したらまた来る。いや、やりたくねえこれね、やりたくねえな。いや、逆に30子でちょっと26なんとなく分かってきたんですね。おやすさんと2連続だったらやばい。さすがにやばいね。いや、行きますか。やばいね。ちょっとやばい。いや、楽しくなってきましたね。まあ、負けるまでっていう体でね、今日やってるんでね。もうちょっとやろうかな。ここでもう一回来たら面白いですね。いや、面白いとかじゃないの。やりたくないの。マジでやりたくない。行きます。来るな。よし。おー、違う方ですね。よろしく。これで 2.6 ほどグーだったら笑いますよね。あぶねー。やべえな、マジ死にそうな試合に連チャンだな。もう満足っすわ。僕自身が、今日の動画、僕が満足する。ちょっと、なんか、あれですけど。さあさあさあ、落ち着いていきましょう。ゴーストとスケバレが入ってるデッキは存在しないので、僕の辞書にはね。丁寧に行きたいですね。これヒースプレー回復しちゃおう。いや、わかんねえな。ユーノゴースト、スケバレ。いや、わかんねえな。なんだこれ。これタルババサイトやべえかな。これロイフグにしよう。これムート耐えるロイフグ。よし。うわ、やべえよ、やべえよ。なんかごっちいの来た。ごっちーの来ちゃったよ。これ耐えるよね。危ねえ。危ねえ。ごっちーの来ちゃった、ごっちーの。からの、これ言っていいな。僕くらいになると。わかる。おら、やべえ、全然か。言うの走れ。言うの消えろ。やべえ、全然だ。ちょっと待って、ちょっと待って。メガナイトムート。メガナイトムート。やべえぞ、これ。
あ、これ近畿道してよ。するよね。ちょっとやべえぞ。あ、オッケー、近畿道ナイス、近畿道でいけ。オッケー、オッケー、オッケー。もうハンター死んでいいぞ。お前、活躍しすぎ。オッケー、オッケー。あ、かっこいい。かっこ、かっこしてる。おつけ、メガナイトムーと、スケバレロケ砲、ゴーストユーノだっけ。そんな感じやな。これ、難しいぞ。相手のスペル次第っすね、あと。相手がファイボザップだった時にはもう俺はもう俺おかしくなっちゃう。さあ耐えて耐えて耐えて。あ、これでタルババさえたらやべえんだ。なんか来るわ。なんかいたな。いやでもコーナーいい。やべ。やべえ、これ端前来てもやだな。これさすがに違うかな。セパでよかったの。なんで固めたんだ。まあいいや。ファイブザップ来ないこと祈る。ああ、30、これ来るな。踏んでくるわ、これ。すげえ。踏みますよっていう声がした。お、ナイス？ん？なんなら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 ？入れてかな。いや、こうも入れがいいんだ。なるほどね。やべえ、シャシャッとシャシャッとシャシャリシャシャリシャシャリ。うわ、すぐ生きるんだよな、俺って。よくねえ、ほんとによくねえ、マジ。まあ、これはワンチャンクローンとかあるっすよね。相手のデッキ見るだけだと。キョキョキ。いや、ダメージリードできる。相手のスペルなんだ？待って、コウモリやったらもうないのかな？数えます。メガナイトムーと、ゴーストユーのロケ砲、スケバレ、コウモリ、エレキ。来た！全部出てる。全部出てるので、相手のこのダメージを抑えれば、逆に俺にも勝機があると言ったところですね。だから、ロイフヒースプを最後の最後にやっちゃえばいいんだ。相手の攻め方いやらしいっすね、ちょっと。三次展開したいっすね。二体の方に来る。これ本気で行ったら多分いける。来た。で、あと耐えて終わり。あぶねえ！よし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 。よし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 。相手のスペルがないことが、こうね、恵まれてましたね。よし。21勝。いや、いいですよ。いいですよ。本当に。ね、いいですよしか言えない。来た。よろしく。何の方だ今回は。今回は何にデッキのプレイヤーが来たんだ。初手ゴレイ。さあ、ゴラーですね。いや、ゴラーはね、嫌なんですよね、正直。いやー、トルネか。あ、でもトルネ使ったな。このユーノは無視だな。いやー、そりゃそうだ。このユーノ無視の。いやー、後ろダクネを、OK、持っていきます。オッケーオッケー。で、このゴレのダメージめっちゃ入るんですけど、僕はここで右にロイフをしつつダメージを稼ぎます。で、ワンチャンスケルトン部隊来る。いや、来ないか。うわー、めっちゃいいな。ヒースピやってよかったな。まあいいや。で、ここはまあゴーストで受けていいな。で、ユーノからのヒースピだな。さっきタルボを使いましたね。相手なので、ヒースピで回復してあげたい。俺は君たちを回復させてあげたいんだよ。君たちがなぜ回復しようとしないんだ。謎だな。もう一発。えい、わー、やべえよ。アイスイズゴレか。遅延ゴレでライトだな。ライトだな。ライトだけど、これ固めたらトルネでワンパンされるかな。ワンパンだけは避けて。このタワー1個捨てますね。
タワーこれ捨てます。守る感じ出して守りません。てか守れませんね多分。攻めたのにしてくんのか。守れない、ん、守れない、守れない。いや多分大丈夫だと思うんだけどな。耐えてくれ耐えてくれ耐えてくれ。いてー。さあダックプリン今持ってる。こっちだな。さあこっからですよ。キングかな多分僕おられるのこれ。うん来ますね。飛来神ゴレ溶かしてトルネ警戒回復して、あ回復してない。一回言うので相手にユニット一回引き出し足してこれをついでに回収します。ここの2体で、うん、ワンチャンキング行かないといけないかもな。ワンチャンね。ん？真ん中か。いやあるよ。でちょっとキング狙いつつね。で真ん中これかな。いやコストない。ライトニング来る。もう一個出す。うわやべえ、それやべえ。いやこれ守れるな。やべえ守れるかな。いや攻めないと終わる。やべえやべえ待って時間がやべえ。待って三時頼む頼む頼む。危ねえ危ねえ。その逆サイゴレはやべえ。全然考えてなかった。危ねえ。ワンチャン捕まれそうでしたね。やりますね。ちょっと攻めちゃえばよかったな。え勝っちゃうよ。22勝そろそろ負けそうだな。いいですね。いや2121、いやこれもいいですね。いけるよいけるよ。さあ次誰が来る。よろしく。さあわあ26か。これ一回完封したいですね。いや完封できねえかお前。いてー。まあ飛ばして5かな。26だ。26多いな。26嫌っすね。マジでいい思い出があんまねえ。だがおやすさんに戦えたんだから戦えるんだな。自信がつきましたね。26へ。26への自信になりますね。守って、カウンターで、ユーノゴーストを大量って感じですね。ユーノゴーストが溶けきらないって感じですね。それまでは攻めない。よしよし。さあさあさあ。ユーノゴースト大量。うっとくるかな。うわぁ、まあ、一回ここね。ここ行っちゃいましょうか。オッケーオッケーオッケー。ファイボが遅い。いやー、ファイボ遅いな。ね？あー。からの、ウッとくるから、こっちからの、こっち側にヒースピかな。よしよしよし。それと相手は、あー、いや、うまいな。デスケかな、ここに。いやー、わかるけど、一回見ますか。来ない。戦えますね、十分。もう十分戦えますね、26人。よしよしよし。この動画内で成長していくっていうね。緊張が。ハンター構えても一発入っちゃうんだよな、これ。
これマスクやれるんじゃね、やれないのかな。いや、ここでマスクをやるんだよ、本当。なんでやってくんねんだよ。やばいよ。普通ならやってくれてるもんな。運が悪いのかな。いや、でもこのマスクは、ちょっと美味しいぞ。位置が高くなるから、タルババでファイル処理しやすくなる。確実にね。うわ、そっちか。やばい。そっちやばい。キースピ飛べ。あるよ、あるよ、あるよ。事故れ、事故れ。うわ、なんか相手防衛うめえぞ。オッケーオッケー。いや、いい。でかい。いや、これに5を使わせて。いや、これ5使うんだよな。いや、持ってねえか。うわ、やべえ。ミスったな。うわ、下手くそ。やべえ。ちょっと待って、しゃしゃった。飛べ。やべえな。やべえ、やべえ。ミスった、ミスった、ミスった。うわ、勝てる、勝てる、勝てる。分かってる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 。一発は、でも一発も入れるんだ。オッケー、ナイスナイス。これで5落として即30出して、いやセパでよかった。こんなお前バカか。俺やばいぞ。来るよ来るよ来るよ。これ絶対これ来る。この回やべえな。怖え怖えよ怖えよ。いや、これはナイス。いや、言うのナイス、言うのナイス。あるぞあるぞ。ちょっと待てよ。やべえやべえやべえ。緊張緊張。生きるな俺、生きるな。生きると負けるぞ俺。ここでスケだ来た。いや、生きて今生きるしかねえ。今生きらずいつ生きるんだ。いけ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 。ホグくんな、ホグくんな、ホグ来るなだけ祈って。オッケーオッケー。いや、生きるぞこれ、生きるぞ。飛べ飛べ飛べ。みんなみんなダッシュ、みんなダッシュ、もっとダッシュ、みんなダッシュ、みんなダッシュ。んー、ヒースピ下手、ヒースピ下手。んー、ユノナイス、ユノナイス。来るの来るの来るの。ゴーストゴースト、やべやべ。相手ファイブ使った。おおお、ゴースト、フチレフチレフチレ。ナイス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 。来た来た来た。いや、あるぞ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 。おお、耐える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 。いけるぞいけるぞいけるぞ。俺いけちゃうんだぞここで。え、やばくね、マジで。26に勝てるんだこれ。知らなかった。いや、たまたまかもしんないけど。やべえ、勝てるとか言ったら負ける俺。待って待って待って。やべえ、危ない危ない。いけ、もういけるいけるいける。生きるしかねえんだ。相手がファイブ削りしてくるだろ。お前ホグ飛んでくるぞ。ホグだけ警戒したら勝ち。来た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 。えー、ちょっと待って。すげえ嬉しいんだけど、ここまでいける。いいね。ちょっと待って、めっちゃ勝ってない？今8連勝だよ。やばいよね。さあ、負けるまでどんどん行きましょう。今の相手の名前を見ます。今の多分相手が当たる可能性が高いです。It's Animal ですね。よし、よしよしよし。It's、あー、全然違う。でもトップ100ってやってるから、マルチで黒100行こうぜって言ってる人だから、まあまあ、できるんでしょうね。あー、26？ クロス？やべ。いて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 、コカッちゃんだ、コカッちゃん。どうするこれで。コカッちゃんとか相性良さそうなんだけど、コカッちゃんの方に負けたら。やばいよ。まあ、相性いいかって言われたら決していいわけではないですね。相手のプリンセスが処理できないですね。うん。暇だから飛ばして。インフェか。インフェっていいや。今のこのヒースピは、ヒース、あ、アイスピ、ヒースピ警戒かな。これはもうロケット打たしていいですね。ロケット打たして、30子からの、いや、打ってこねえんか。まあそりゃそうか。さあ、まあ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 、これ2体本位ならね、打っていいよと言わんばかりのスリーマスケ展開。ギャングで延命はさすがにしてこないでしょここは。はい。でギャングナイトも裂いたから、これがちょっとうざいと思うんだ。一回ウッドをどっかでしてくるか。ここでウッドか。うわ、うめえな、なんか。いや、うまくね？なんか、ユニット、このテンポが。これ、足前プリンされたら嫌だから、アイガル出しとく。非常に難しい。
さあ、静かな戦いが続いていきますね。ユーノとゴーストで相手にユニット探して回収する三銃士でいきたいですね。いらんない、生きった生きった生きり方下手くそ。いやでも相手も困ってる。今のタルマ持ってねえな、まあ、バレー使ったからいいとして。うん、相手のプリンが奥底に溜まるのが嫌ですね、僕としては。ナイス逃げ。いやプリンたまりそうだな。あんまいい攻めじゃないなこれ。タイブレイクで負けるかもっすね。どっかでもっといい攻めしないと。ギャング、オッケー、ダメージ入る。いやでかい、このダメージでかいっすね。ユーノ走る。うわーめっちゃいい防衛だな相手。さあちょっとやばいぞ。ちょっと雑になってる攻めが。相手のプリンがたまる、やばい。うわキスリー、ここだ。飛ばさないと負ける。来た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 。危ない、始まりプリンだけ警戒してロケで追いつかれない。大丈夫だよな、大丈夫だよ。なんならなんならなんならいいね、タワー落としちゃう。うわ来た、よしやべえ、楽しいぞ。ここまでいきますか。もうこんなにいけると思ってなかったですけど、今9連勝ですね。いや9連勝。え、どこまでいけるかなこれ。ね。どこまでいけるかなとか言ってると、すぐ負けるんですよね。30までいったら、30の1敗とかだったら、えぐいけどね。よし。ちょっとずつね、疲れがね、溜まってきましたね。よし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 。やばいぞ。激アツだな。これ。やったことなかったんですね。お、また同じコカッちゃんだ。来た！でも相手が学んでくるかもしれないから、勝ちたいっすね。危ない危ない危ない。危ねえ。初手垂れなかったら終わってた。やばい、位置が悪い。やべ、位置がずれた。インフェ？インフェないこと祈ったら泳ぐ。よしよしよし。まあこれはいいとして、こっからですね。さすがにこの状況でハシマイプリンは相手もやんちゃ。だが、ハシマイプリンナイトの可能性はありきりと。めったところで一旦ゴースト咲いて、まあその逆サイドにねプリンセスと、んこれワンチャンプリン殴るんじゃない。そんなことある、待って、そんなことある、ラッキーすぎん。ちょっとイキります。やべ、イキったらやべやべ、ダメージがやべ、イキったやべ。これナイトが来る、ないと逆に使うとなると、こっち側に送るとこれを相手は防衛できないよ。よしよしよし、まあまあまあまだいいでしょう、まだいいでしょう。これちょっと良くないかな、良くないかな。
いや、ここで浪服飛ばすと相手はインフェかロケットかどっちだ。ナイト回ってるかな、余裕で回ってるかな。一回行ってナイトまでやっちゃって、あーよくね、ウッドか一番よくない。やべ、生きてんなプレイが。マジでプレイが生きてる、よくない、やめたい、よくないぞ俺。ナイト蓋、よし、いい防衛だ。いや、問題はですよ、やっぱ三十子展開した方がいいな。で、三十子展開するタイミングは相手がプリンセスを出した時ですね。基本的にプリンが奥底にいると困るので、プリンがいない状態になるならばいいんですよね。やべ、プリンが殴ってる。ん？そっち行く？うん、相手もなんかびっくりしてるこれ。ワンチャンしまいプリン。当たんねえか。俺のヒスピ？俺のヒスピ奇跡起こせ。やべえや、タイブレーカーがちょっとやべえ。あ、でもゴーストか。ナイス？ゴーストか。やっぱゴーストいいっすね。おい、ゴーストナイス。はしまいプリン警戒いい。これ言っていいな、アド取ってるな。で、ユーノも追加していいな。あー、めっちゃいい受けするな、でも。お、待って、来た！ヘイ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 ！走るね、ユーノちゃん。で、巻いてたもん、これ結構諦めですね。よしよしよし。いや、こういうことがあるんですよね。で、相手は怒ったので、今回この、インフェをテスラにして、ロケットをファイボにしてやってくる可能性がね、ありますね。パイナさん、よろしく。え、ワンちゃん外人か？よし。いいね。楽しいね、クラロワってやっぱ。楽しすぎるよね、このゲーム。ふーし。さあ、ビードラ。ビードラっていうことはゴレスケラ。ゴレスケララバか。ああ、おられるな。まあ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 。ああ、雪かも。ペッカか。カベビドラってなんだ、カベビドラってなんだ、スケラかな、ペッカスケラとかかな。やば、やべ、全然デッキはわかんねえ。 あ、ペッカラムだ、ペッカラムか。ということは、タルユキライトですね。そうですね。ペッカラムですね。ベビーユキ、うん、そうだ。あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ。アンパンされるとこだったな。ライトセミング。ベビーいるもんな。あー、まあ、どうこす。うん。やべえ、8枚ペックされて終わる。いてえ。やべ、俺の負けるまでロワイヤル終わっちまう。タルユキライトが、やべえぞ。いや、まだあるな。全然ある、全然ある。このね、ベビーがね、ちょっと厄介ですね。ですが、いや、やっぱ厄介だな。よし、耐える。うわー、やべえ。うわー、これミスった。普通に三十子展開したらある。ミスった、やべやべ、ミスったミスったミスった。よくないぞ俺。いや、まだあるぞ。いや、でも逆サイラムプラス言うの来て終わりだな、こんな。
いやー、たる雪だな。いや、ワンチャンヒースピが、これ絶対ヒースピ回復するくね。来たくね。来ちゃったね。うん。グッドゲームだな。やべえな。来てるぞ。え？これ30勝いけるんじゃない？ね、今26の1。いやー、でかい。うわー、コーヒーだな。強そうだ。コーヒーしてんな。よし。さあ。ロケット奉仕か。嫌なカードが出てきましたね。研究団狙えばよかった。あ、ロイジェイか。ならいいか。ロイかロイジェイ。ん？じゃあロイジェイだけど2種類あるっすね、最近。ん？ちげえ、なんだこれ。ロケットつけたら、その時あるっけ。うわぁ、最悪だ。だからね、まあですが自然とカウンターができ、ハンターヒースピだなこれは。ああ多分存在しないデッキですね。自作系デッキロイホグですね。しかもああババスケドラロイホグか。なかなかヤンチーなデッキ持ってきますね。これ一緒にああやれないんだ。で問題は。ババスケドラ、ロイホグヒースピー、スケ、ホウシ。もう、スペルですね。結局は、スペルがわかんねえと。攻めても、てか30失点開しても怖いって。あと、ババが消えて、ババ咲いてからの30失点開ですかね。あと、緊急度できるだけ序盤にできたかしたかったな。という願いがあるのでします。近畿度できればロイホグきついんでね。僕逆に使うんでね。これ来るかなワンちゃん。うわゴーストなんで透明なんだよ君。やべえこれでゴクスロイホグ来たらやばいな。んナイスハント。あいや箱で7枚。もう1枚だな。スペルねえなワンちゃん。いやあ、クイック、オッケー、全部出た。いやー、これダメだな。どこでどう行きましょうか。いや、三種展開しないとこれ無理だよな。箱裂いた。ここか。逆サイにババ来る。ヒスケ。あとは運だ。頼む。いやー、回るの早いな。うわー、くそー俺だ俺だやめてー俺のロワイエル終わっちまう。くそ、いや無理かこれ。止まんねえかなババ箱かこれな。でも相手多分中途スペルクエイクだから。くそ終わりましたね。いや三振展開うまくできればいけると思うんだけどな。どっちかをババとどっちかを箱で抑えられるんで、いやー勝てないことはないそうですけどね。悔しいな。いざ負けると悔しいですけど、よくここまで続きましたね。というわけで今回動画めっちゃ長かったんですけど、個人的にすごい楽しかったですね。負けるまでロエールなんで、ちょっとねまたねこういう負けるまで系もねできたらいいかなとも思います。といったところで、こっからですね 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12?12勝したんかな。あ11勝1敗か。というわけで、よければね、チャンネル登録も皆さんよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。